はい、どうも皆さんこんにちは、イサフトです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は6周年記念第2回絆大投票ということで、下記の27キャラのうち1位に選ばれたユニットが2020年春頃に新規ネオビジョンユニットとして実装予定と。はい、昨日あんなコラボしといてよくもまあ抜け抜けと来年春までサービス継続宣言ですかねえ。続いてるといいですけどね急に辛辣ということで、皆さんもう誰に投票するか決めましたでしょうか。いや、僕はですね、一応3キャラまでは絞れたんだけど、こっからね1人を選ぶっていうのが正直できないから。でなんかね、応募もなんか1日1回のツイートで決められるっぽいから、ちょこの3キャラを、まあ、1日ねこう1人こう選出して、まあ、回していこうかなと思ってます。いや、皆さんね、ぜひ誰を選んだのか、まあこうなってほしいっていう願いを込めてね、多分皆さん投票してると思いますんで、いや、たくさんねコメントお待ちしておりますので、よろしくお願いします。じゃあ早速ね、僕の推しキャラ3人ご紹介していきたいと思います。まず1人目はリーラ。もうリーラちゃんですね。リーラちゃん、もう実装当時さ、精神依存の物理アタッカーっていうのがすげえ衝撃でさ、やっぱ結構記憶に残ってるキャラクターだから、まあ格闘ということもあって、で、光のイメージが強いから、まあ格闘デバフ持ちのね、新規ネオビジョンとしてぜひね、実装してほしいなと、まあ精神依存の格闘物理アタッカーとして実装してほしいなと、もうなんかあの時の衝撃を今一度味わいたいなというので、ちょっとリーラ選ばせていただきました。そして続いてはこのキャラクター、あやか。もうね、可愛いよね。あやかはね、単純に見た目で選べました。あとね、アメちゃん欲しいあやかからアメちゃんが欲しいのと、また単純に実装されたら絶対可愛いだろうなっていうので、あやか選びました。あやかはね、魔法アタッカーとしてだよね、ヒーラーとしてのイメージが強いけど、どうだろうね、桜の弟子っていうこともあるから魔術に精通しているはずということで、魔法アタッカーとしてもう美少女魔法アタッカーでぜひとも実装していただきたい。そして最後はもうね、これもう選ぶというか、もうこのキャラは確定だった。もうレジーナ、もう間違いなくレジーナ、もうド本命。みんなも選んでるド定番かもしれないけど、僕もねレジーナをもうぜひとも NV 化してほしい。で、新規 NV だから養殖 NV とは違う、多分純 NV で実装されるから、もうレジーナを実装してほしいね。半年後ぐらいだから、グラーフが多分死ぬぐらいなんだよね、半年後わかんないけど。だからそろそろグラーフ死んできたなって頃に、またね元祖5回アビリティのレジーナ法をもうぜひ実装してほしいなと思ってるんで、もうレジーナは5回アビリティ使える無属性の複数ヒットのもうレジーナ法でぜひね実装してほしいなと思っております。いや、レジーナも衝撃だったよね。5回ね、アビリティをどんどん威力を上げてレジーナ砲一発ぶちかますみたいな。いや、そういうのをね、グラフが死んできたなってぐらいにこう複数回に分けてね、叩けるアビリティでぜひ無属性で実装してほしいなと思いを込めて、僕はレジーナを選びました。あとはね、ま、今ストーリー途中までなんだけど、もうレジーナの話が結構感動したから、シンプルにレジーナ好きになったね。だからレジーナの実装してほしいなって、これで結構みんな多いんじゃないかな、レジーナ選ぶ人が。いやー、これはね結構いいキャラクターたちだったんじゃないかなと思いました。いや、皆さんはいかがでした？僕は今回あやか、そしてリーラ、レジーナのねもう3キャラを選びましたけども、まあ結果共通して言えることは、まあみんな女の子で可愛いということいや、男キャラもいいんだけどやっぱりね、どうせ実装されるなら可愛いキャラクターを使いたいということで、この3人に選ばせていただきました。皆さんはどのキャラクター選びましたでしょうか？ぜひね、理由も合わせてたくさんコメントしていっていただければなと思います。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それではさよなら。